質問、機械の心臓ってありますか？回答、あります。心臓の機能が悪くなった人に対して、その働きを補助する目的で機械で作られた補助人工心臓を植え込む手術を行うことがあります。現在主に使われている人工心臓は心臓の一部を補助するもので、元の心臓はそのまま残します。心臓を丸々取り出して全て人工の心臓に入れ替える手術も稀に行われたりします。この人工心臓を動かすのは大量の電気が必要なので、常に充電をしておく必要があります。この充電をするためのケーブルは皮膚を貫いてお腹から出ていて、外の電池に直接つながっています。このケーブルが感染の原因になってしまったり、行動を大きく制限することがあるので、ケーブルなしでも充電できる人工心臓が早く開発されるといいなと思っています。 iPhone ができるんだから人工心臓もできるはずです。将来もっともっと性能のいい人工心臓ができたら、心臓移植手術はなくなるかもしれません。人工心臓の開発頑張ってね、ドクター心臓。